しのぶとなるみの独説アメリカンライフ。この番組はアメリカ在住20年超えバツイチアラフィフのしのぶと17で留学アメリカで人生のエグさを知り29で沖縄に戻ってきたなるみが日本とアメリカの生活を独説に切っていく番組です。週1です。月曜配信以外の独占エピソードが聞けるサブスク会員限定のアフターアワーやオンラインサロンでは週2回の独占エピソードだけではなくしのぶとなるみの座談会に参加できるなど盛りだくさんです。アフターアワーとオンラインサロンに関してはドクアメ .com そしてその他SNS は概要欄をチェックしてみてください。はい、皆さんお疲れ様です。お疲れ様です。ということで、はい、久しぶりにオンタイムで、うん、2週間ぶりですね。2週間ぶりですね。私がアメリカから帰ってきたということで、帰ってきた昨日8時9時 PM に到着して沖縄に、うん、で10時ぐらいに帰ってきて10時半に寝て、うん、翌朝これ収録してるんですけど、うん、疲れたね。疲れました。うん、だよね。はい、はい、結構あのハードスケジュールでレコーディングしておりますが、うんうん、なので鼻声で大変申し訳ないんですけれども本当だね。はい。ということで私のつぶやきになります。うん、私のつぶやきはですね、はい、あのまあアメリカに行ってたことについてなんですけど、うん、一つなんかこうどっちの気持ちも分かるなって思った瞬間があって、うんうんうん、でそれがあのまあ、アナが2人アナとジェイコブのお姉ちゃんなんですけど、うん、が2人目を出産したんですよね、うんうんうん、でそれで、まあ、もう本当に一番上は子はもう2歳ぐらい、うん、あもうそんなになる言葉も全然なります、うん、なります言葉も喋れるぐらいで、うんうん、で普通に今生まれたばっかりなんで次の子は10月11月ぐらいに生まれたのかな、うん、そこも本当にインフェントぐらいのベイビーなんですけど、うんうん、そうよねあの、うん、はいその2人を、うん、アナが育てる上で、うん、アナにはこうしたいっていう育て方がすごく強い人なんですよ、うんうん、ヘリコプターお母さんなのかな、うん、そうですねこれはこれ、まあうん、これのこの通りにしなさいみたいなあそうそうそうだから、ねうん、それが最初の生まれた時もそうなんですけど、うん、この一番最初の生まれた時もお母さんがルーティーン、ね、すごい気を使って、はい、ルーティーンを決めてみたいな感じだったんですけど、うん、それがあのジェコのお母さんは柔軟にできるんですよ、うん、アナの言った通りに綺麗にこういう状態にできてで何があってもちゃんとアナに確認してこうでいいですかですかみたいな感じのこと聞いて、うん、お母さんこうしてあしてすごいね、うん、お母さんめちゃくちゃあの柔軟性があるんですよね、うん、ジェイコブのお母さんって、うん、でそれが私なんていうかでも使われちゃうよね自分の子供そうですよ、ね、あの自分の子供ではないっていうのを理解しててだからこう娘が育てないように育てるのをサポートするっていう、うん、あのまあお母さんとこのレンさんはそういう体制なんですよだから 100% アナが言ったことに従ってるんですよねで関係はうまくいってるんですその、うん、当たり前ですよねこれ自分がやってほしいことを育ててくれるから、うんうん、そりゃそうだ、うん、でそこでややがと登場するんですけどややさんはひいおばあちゃんだよねおばあちゃん、うんうん、そうなんですねこの孫からしたらひいおばあちゃん、うん、で私たちからしたらおばあちゃんなんですけど、うん、のこのややは今までの育ててきたという歴史があるわけです、うん、自分たちのその前に、ま、自分の孫ややは誰のお母さんあお母さんのお母さんジェイコブのお母さんのお母さんジェイコブのお母さんのお母さんでお母さん、はい、スペインにいた人よねそうそうそ う, そうまさにその通りです、うん、このおじいちゃんが最近、ね、亡くなってるんですけど、ねはいうん、2020年に亡くなってしまったいやいや一人になってしまってるんですけど、うん、でも彼女には歴史があるわけですよ、うん、この今まで育ててきたっていう子供を、うん、例えば自分の息子3人あ娘あ自分の子供3人を一から育てて、うん、でナーサリーって言ってこの子供をあやなんていうか、うん、でこうなんていうの、ナーサリーって託児所みたいなのも、うん、あの個人でやってたことがあって、うん、でそこでもうあのすごくうまくやってたんですよ、うん、彼女すごい愛がある人なんで、うん、根本的にはでうまくやっててみたいな、うん、でもアナに関してはあのもうバッなんていうんですかヘッドヘッドっていうか、まあ、全然合わないんですよ、ね、お互い強いよねお互いとても強いんですよ、うん、二人ともすごい性格が強いから、うん、あのややはこうしたい、うん、でもアナはこうしたいっていうのが何度も何度もぶつかるんですよ、うんうんうん、でアナがこうしないで例えばなんかこの便秘気味だからバナナ食べないでっていうなんかこう、うん、なんかあったらしいんですけどそれを食べさせるのややなんですよ、うん、何も聞かずにわかりますだからやらないでってことの真反対をやる人なんですよ、うん、だから例えば目が見えないから赤ちゃん
を抱いたまま歩かないでって、うん、何にぶつかって落とすか分かんないじゃないですか一応、うん、でジェイコブも一回落とされたことあるんでジャイアに、うんうん、で頭割れてるんですよジェイコブも骨が大変だからそういうのを考えると不自由なんだから、うん、座って抱いててって言ってるのに、うん、いきなり持ち上げてで自分の部屋をぶすってところ障害がいっぱいあるところ振り抜けて自分の部屋でテレビ見たりするような人なんですよ分かります？うん だから私はアナにも共感できるわけです、うん、いやしないでって言って、うん、危ないよって言ってるのにやってしまうそれは危ない、うん、ややはややで今まで育ててきたって問題なく育ててきたのになんででも今目見えないから私のそうです私のやり方が、うん、例えばこうダメなのっていう感じなんですよ分かります？だからどっちも、うん、確かにアナは新米で、うん、でもししややアナの子供だからねそうなんですそうなんですだからそうなんですだからアナの子供だから仕方ないと思う私だからアナの気持ちは分かるって思うんですけど、うん、ただバトルになった時に、うん、ちょっとアナの意見が強すぎて、うん、すぐ言っちゃうんですよ何やってんのみたいなことを言っちゃうから、うん、その関係がすごく良くなくてあもうちょっとこうおばあちゃんの気を害さないようにうまくねすり抜ければいいのにねそうなんですけどうまくすり抜けても効かないんで、うんひどく言っても聞かないうまくすり抜けても聞かないんで、うん、どっちみち聞かないんですけどおばあちゃんが、ねうん、でももう年寄りって私は母にも聞いてみたんですけどやっぱ仕方ないって、ねうん、い言ったことと真逆のことをやるのが年寄りであって、うん、それをコントロールしようとしたら、うん、自分が疲れちゃうっていうそれを知った上で、うん、どっちかが柔軟にならないといけないと思うんですけど、うん、どっちも柔軟になれないから、うん、すごいあのバチバチなんですよねだからそれを見てて悲しむややを見るのも私はすごく寂しくてそうだよ、ね、ジェイコも私もすごく悲しくて、うん、でそれであの子が嫌われてるからって悲しんじゃうんですよそれがうーん、うん、だからそういうのも見てなんかすごいショックを受けて悲しんでみたいな、うん、でも言い方きついからそれに対してお母さんはなんか真ん中に入らないの入らないんですよ 100% あるんですよね そこだよね多分、うんうん、私だからでもうんそこだと思うよもし解決策としてはねまあそうですね解決しようと本人たちはしてないんで別にいいんですけどただ私がこう第三者の目から見てると少しもう少し言い方があるんじゃないかなって私は思う、うん、ややも分かるし、まあ、確かにねどうであったってね人生の先輩なわけだからそうなんですよそうなんですよ、うん、だから、まあ、確かにね目が見えないのに赤ちゃん抱いて歩こうとしたら怖いですよ、うんうん、なんですけどただもう少しあの柔らかくなってもいいのかなって私はちょっと見て思ってしまうだから老人、うん、日本人として生まれてくるとなんか年寄りには敬意を払うみたいな感じじゃないですか、うん、日本の文化が、うん、でもそうじゃない国アメリカは、うん、言いたいことをバン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 ぶつけ合ってコミュニケーションが成立してるのを見てると、うん、なんかあでも傷つく人がいたらやっぱ傷つけた人が問題なのかなって思っちゃうっていう、うん、でも傷つくぐらいの人だったら多分やってないよそれまあ、うん、アナの多分言うことを聞いてるかアナがおばあちゃんの言うことを聞いてるかだよね、うん、おそらくねそうですね2人がものすごい強いっていうのはあると思うけどね、うん、そうまさにとても強いと思います、うん、どっちもでもやっぱりベイビーちゃんを抱っこして歩かせるのは私も絶対に怒るかも、うん、だってそれで本当に間違って死んだらもうたわいもないじゃん赤ちゃんが死んじゃったら うん、それだけはすごいあのおばあちゃんが 傷つこうが言うかもうん、うんうん、でもそれ以外はねそれ以外に小さいバナナとかはもうもう仕方ないじゃないですか正直、まあ、しょうがないわもうと思うぐらい、だからそういうのをなんかこう目の当たりしたっていう、なんかあ分からなくもないなみたいな自分の育てたいように育てたいのに、うんそしたら全くやってくれないから実家にも来なくなってみたいな、そうなんだよね、あ、はい、そうすると実家に来なくなっちゃったんだそうなんですよそうなんですよ来たがらなくなってしまうってさ、うん、それも悲しいよね。だってさ、おばあちゃんにとってはね、あのひ孫に会えるのすごく楽しいだろうしね。うん、そうなんですよね。うん、でもやっぱりもうお互いの歩み寄りが必要だよね。お互いの、はい、お互いの。そうなんです。うん。でもどっちも歩み寄らないんですよね。もうそれはもうどっちにも席があるね。これね。そうですね。だから見ててなんかもったいないな。本当だね確かにね、うんうん、っていうのは感じましたけど、ねうん、そこがなんか一つ行ってみて、うん、
なんかファミリーが増えたことによって起こる新しい問題というか、もちろんね、やっぱ子供増えるとその分だけ年もね、年寄りが年取れば問題が増えるし、子供が増えれば、ね、問題が増えるし、まあ、問題というか人数が増えるしね、そもそもが、でやっぱり子供持つと、やっぱ自分の子供だからね、やっぱそれは、はい、こうちょっとこだわりっていうのはどうしてもあるよね。これだけはどうしてもあげたくないとか、とかこれだけはやりたくないって、私も本当心からマクドナルドだけはあげるもんかと思ってたしね、あ本当ですか、でも8ヶ月のエリカにバンバンあげられたからね、ああ、それもまたそれすごいですね。最初はね言ってたんだけど、あげてあげてくれるな、あげてくれるなっていう風に、でもちょっともうそれは諦めたでも諦めることができるところと諦めることができないところってやっぱこだわりがあるんだよね、すっごくね。そうですね、ね、なんか少し分かったんですよ、どっちの言い分も分かるけど、でも目の前でこうバシバシ言う、子供の目の前でね、おばあちゃんに対してバシバシ言うのは、なんていうかこう子供の教育にもバナナをあげるより悪いんじゃないかなと思って、分かります？確かにね、言い方だよね、言い方、確かにもう少し言い方はね、愛情を持って言った方がいいよね、はい、それはやっぱりあれかな、白人社会だからかな、黒人のおばあちゃんからやったらもうなんか確かになんかこうもう出ていけって言われたかもしれないからね、そうなんですよ、ね、多分だから本当にその通りだと思いますね。黒人さんのねカファミリーに入ることがないから何とも言えないですけど、確かにこの親との接し方はかなり白人の接し方かなとは思いますね。日本人として生まれてきて、それも一概日本人とは言えないですけど、結構リスペクトを持って親に接するっていうのが、私は結構強い家で、はい、それだけ育ててくれたっていう立場があるんですけど、でもそれが全くない白人社会ってすげえなと思いますよね。多分なんかさあるんだけど、そのあり方がちょっとよくわからないんだろうね、私たちにはね、確かに多分何らかのそのリスペクトな関係はあると思うよ。でも、すごい友達、やっぱりこう日本の友達親子よりも友達、チアリーダーサークルなんだよね、すごく。そうですね、確かに。やっぱりこの日本人とか黒人さんの、ラテン系もそうだと思うけど、このハイラーキーなんだよね、この上下関係というかも。確かに確かに確かに、もちろんさ、それが全てじゃないと思うしね、今の日本人も結構そんな昔のスタイルじゃない人も増えてるのかもしれないけど、でもそうですね、やっぱりあきこさんの家なんて行くとね、おじいちゃんおばあちゃん来てる時は、本当孫はみんなズボンに中シャツ入れるしで、必ずすげえ、必ずおばあちゃんと、ね、おじいちゃんを優先にするし、だからこそあきこさんの息子の彼女が、ほらちょっとおばあちゃんの意見をバカにするような一言を思わず言ってしまって、それですごいほらバッシング受けたって私言わなかったっけ昔、初めて聞きました。なんかクリスマスかなんかの時にほらみんな集まってて、で、はいはい、卒業パーティーだ、あきこさんって私の友達で黒人の家族に嫁いでるんですけど、一人だけ日本人で黒人ファミリーにいて、でそのファミリーと私もすごく仲いいので、このあきこさんの次男が高校卒業する時に卒業パーティーに呼んでくれたんですよ、で家族の行事にはもうあそこの家族は決断が強いので、どのような、いかなる行事 もう全員揃うの、はいはいはい、でおじいちゃんおばあちゃんがいて、でそこでそのあきこさん その卒業する次男の彼女が白人なのね、で、彼女も来てて、で、彼女が、ご飯食べ終わりました、なんかわちゃわちゃやりまして帰りますってなるときに、この帰る玄関に出る手前の部屋に、テーブルがあって、そこにおばあちゃん、で、おばあちゃんの子供、姉なんていうの、女の子2人だから、おばあちゃんとおばあちゃんの娘と、その、一番上の娘の成人してる娘、だからおばあちゃんからしたら孫だよね、はいはい、4人女性がそこにいたわけ、おばあちゃんを筆頭に、はい、でそれでこの彼女が帰りますっていう時に、あ帰るのねって言って、ちょっとしたスモールトークが始まって、
で、はいはい、あなたも卒業よねって言って、でどうするの、学校どこに行くことにしたのって言ったら、彼女が、私学校に行かない、勉強するの嫌だからって言ったのね、はい、勉強するのもういっぱいいっぱいみたいな、私も勉強したくないって言ったの。そしたらそのアンジェリカおばあちゃんはもともとは教師なんですよ、はいはい、ですごい教育にパッションを持ってて、そうですね、でやっぱりほら黒人さん、おばあちゃんが幼少の頃ってまだセグリゲーションがあったから、セグリゲーションがありました、だから一生懸命、ね、教育できるチャンスってものをさ、こう貴重でしたよね、あの時代は、ね、そう、ファイトしてゲットしてきたんだよね、だから、アンジェリカおばあちゃんは自分たちの子供にも教育っていう教育は一銭たりともお金を惜しまなかったのよ、はいはい、でも教育はやっぱり人間の人生のソリューションって思ってるから、ベーシックだって思ってるから、はいはい、だからその子にちょっとこう説教じみたことを言ったのよ、はいはい、何言ってるの、教育はこれからのあなたの人生を必ず豊かにするのよって言ったら、それに対して、でも私それなくて大丈夫って言いやがったの。ほほほ正直だな。でそこでね、そこでね、うん、その言った後に、まあその明子さんの次男が気づいて、うん、そりゃ言っちゃいかんことやと。はいはいはい。で、ああもう帰る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 って言ってこう彼女を引き連れて車にのし込んで、はいはい、車の中で。うん、おばあちゃんにああいう、うん、ものの言い方はうちでは許されてないからって言ったんだって、うん、そしたら、はいはいはい、その車の中でめっちゃ喧嘩になったわけ、その息子とその彼女はね、はいはい、でそんな話をした挙句、うん、その後、うん、その彼女が帰った後、こっちの私もその時いたんだけど、その、はいはいはい、その場所にその、うん、アンジェリカおばあちゃんとその娘2人とその娘の1人 の長男の23歳の娘この、はいはい、4人で、うん、今なんて言ったあの子みたいな今なんて言ったのあの女の子はみたいな、うん、ちょっとあれは何、ちょっとアヒコおいで、アヒコおいでって言ってあれは あれはちょっとあれはどうかと思うよ、うん、何結婚とか考えてないよねみたいな、あでそこからその彼の彼女に対する、うん、まあバッシングではないけど、まあまあまあ、あの発言で、オピリオン、あの発言は良くない、あんなんじゃ彼女の人生良くならない、うん、彼女の人生良くならないからうちの孫は付き合っちゃいけないとかそういうことになっちゃって、はい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 、それでドラマがあったわけですよ、そういう、はいはいはい、うん、だからでも、うん、やっぱりこの家族によってはね、ちゃんとリスペクトするっていう風に育てられてきてる家もある中、うん、やっぱりね、明子さんの息子の彼女のそういう風に、なあ、It's not for me とかって言っちゃう、はいはいはい、ところが、要はほらおばあちゃんが大切にしなさいってアドバイスをくれたわけじゃん。うん、ただアクセプトしろよって言うんですよね。そこなのよ。Yes, yes, yes, thank you って言えばいい。そうそうそう、thank you for the advice って言えば、そう、thank you for the advice って言って帰ればいいだけの話なの。でもそれがやっぱりこの彼女の彼女の白人 の女の子のこの家族の中では、うん、もうやっぱ公平の立場で話し合うんだろうね、きっと。はい、そうです、ね。This is my choice みたいな感じ。はい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 。My choice is my choice。それは私の選択肢。My life, my choice。でも、はいはい、おかんが全部払ってますみたいなね。はいはい、そうですね。確かに。本当にそうです。だから、全然カルチャーが違うからね。難しいんだけど。そうなんですよね。本当にその通り。だからなんか、なるみちゃんがそれを目の当たりにしたのは、うん、かなりカルチャーショックだったんじゃないかなと思うけど。そうなんですよね。だから本当に、まあ自分は子供がいない分どういう風になるのかもわからないじゃないですか。で、目の前で疑似体験するというか、こことここでこうなるのかみたいな。うん、普通は姑となんかうまくいかないとかわかるんですけど、本当だね、自分のおかんのおかんと合わないって、なんか、あるかみたいな。なんかそこら辺のなんかこうカルチャーショックありましたよね。うん、だから特に頑固だから二人とも、そうだよね、どっちも折れないから、ね、うん、でもね、多分私が一番リスペクト払うから一番私好かれてるんですよ、だろうね、はい、なのでなんか間違いないよ、いつも言ったら、そうそう、クリスマスは一番私が多くもらうんですよ、ややから、うん、プレゼントを外部者なのにいい、ね、外部者ではない、まあまあそうですけど、まあまあね、まあ、自分の自孫よりもですよ、うんうん、なんかこの
自分の孫の奥さんにあげるって、まあ、だからさ血じゃないんだよ家族って。本当にそうかもしれないですね、うん、本当にね血のつながりってあのまあまあ意味はありますけど、でも、うん、あの近くの、ね、家族よりもあの、うん、なんとかっていう話があるみたいで、やっぱりこうその人のことを家族と思えばもう家族だしね。そうですね、うん、だから、うん、でも新しい家族のあり方というか、ね、私はあんまり理解できなかったですけど、うん、でもなんかこうコミュニケーションも、うん、だからみんなが一緒にうわーって喋るんですよ。わかります？すごいペースで喋るんですよみんながこっちが喋ってるのにいきなりなんかこう、うん、こっちも喋り始めてみたいな、でそしたらこっちに話が変わった瞬間こっちが話すからこっちに話も変わってみたいな、なんかこうすげえこれでよくコミュニケーションな成り立ってんなとはあの思いますよねいつも、うん、でナルミはどう思うって言われるともうまあ、なの何どこのどこのポイントから話せばいいのかわからないみたいな感じだよね。そう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 、面白いなと思いますけど、うん、でもまたまたそれも違う家族のうち式やけにはない感じのあり方だなって、ね、うん、でも言いたいことをホールバックしないで裏で言うんじゃなくて、うん、もう見た瞬間にガンってぶつけると、うんうん、至ってこうそれはあると隠さない分、うん、もっと円滑なこなんていうか、うんうんうん、なんか後に引きずらないコミュニケーションになるのかなとか、うん、なんかその家族のあり方を見て、うん、なんか何かが正しいどっちが正しいとかではないのかなって、そうそうそう、もうカラーよね、カラーね、うんうん、ただやっぱり聞いててね おばあちゃんに対してすごくあのそうそうそう口の聞き方が悪いとやっぱり心痛まれるよね。私もだってやっぱり、ね、母親に対しての口のものの聞き方とか前の旦那は良くなかったから、うん、あなたお母さんにその口の聞き方するのみたいな。確かに確かに、うん、かそれは結構私にとってはショックだったのを覚えてるから、うん、だから、まあそあのうん、でもそういうの見るの大事だよね。どういう家族環境にこの人たちがいるのかっていうのが分かると、うん、なんかこの、うん、その人とこう夫婦として付き合っていくのもちょっとまた理解が深まるじゃんね。こういう家族環境で暮らしてたんだなみたいな。育ってきた、うん、確かに確かに、いや、うん、すごくあの、うん、こういうカルチャーショックを久しぶりに浴びたなって思いましたけど、ね、うん、本当だね、それが私のつぶやきでした。すいませんな、はい、ありがとうございました。いやちょっと私の途中のあきこさんの話題がちょっと長かったので申し訳ない。はい、しろさん、はい、つぶやき何かありますか。私はですね今日クリスマスなんですよね。流れている、ドクアメが今、オンエアというか収録が何、うん、なんつうんだあれ、エピソードが、うん、放送される、放送、うん、パブリッシュされているのが、うん、12月25日のクリスマスということで、はい、うん、まあ、皆さんメリークリスマスで、メリークリスマス、不二家のケーキは食べましたかと、KFC のチキンと一緒に、不二家のケーキなんですか、なんか、あの日本っていうとなんとなく私は KFC のチキンを食べた後に、うん、不二家の丸いクリスマスケーキを食べるっていうのが、あの私の中では日本人の人がこうやるクリスマスの過ごし方なんだけど違うのかな。うん、沖縄 KFC は食べますけどね、うん、KFC は食べる、うん、ケーキ食べない、富士屋はない。あ、そっか、富士屋がないのか、富士屋ないのかな、うん、ペコちゃん人形のやつ、ね、おー初めて、じゃあないね沖縄にね、ないですね、うん、ないないない。まあね、そういう楽しみなクリスマスを、あの楽しいクリスマスを過ごしていることを祈りますが、皆さんが、うん、まあ、クリスマスに向けて今収録してるのがちょうどアメリカ時間で、はいはい、20日なんですよ ね、 そうですね。だからクリスマスまであと4日のカウントダウンまで来てるんですけど、はい、うんうん、ほぼ私ね全部買い終わってはいるんですよ。おすごい、買わなきゃいけない人のはもうそれは4日前だからね、はいはい、でも、うん、確かに1人、そう、1人、うん、ごめんなさい、よいしょ、1人アンディのその次女のジョージアのギフトだけは買ってなくて、はいはい、で、うん、彼女に聞いたんだけど2回ぐらいテキストして何が欲しいの、はいはい、今年って言って、うん、でも全然返事返ってこなくて、うん、考えてる、はいはい、考えてるって言って返事返ってこなくて、だから、はいはい、彼女のそのお姉ちゃんのオリビアに聞いたんですよね。したら、はいはい、オリビアもいやー何が欲しいのか私も本当ぶっちゃけ分かんないって言われて、で、うん、お母さんに聞いてって言われて、で、うん、ジェナに、だから、うちの旦那の前の奥さんのジェナにテキストしたんですよ、うん、ジョージアって何が欲しいのと思う、うん、って。そしたら、うん、帰ってきた、これを買ったらいいよって帰ってきたものが、うん、私にとってはちょっと
はてなはてなはてなあったのね。うん、なんかあのジョージアってあの、まあ、自分自身がホーストレーナーなわけですよ。馬の、ね、まあ、乗馬をする、うん、あのレースの方じゃないよ、ショーの方ね、はいはい、あのブリティッシュスタイルのこの馬に乗ってこうパカンパカンパカンってショーをする、ショーをするのと、あとクロスカントリーって言ってこう林を走ってくるとか、だから、はいはい、英国式乗馬の、競技者ですよ、ね、競技者でもあるし、うん、その、うん、そのそれをするための馬を、トレーニングするトレーナーでもあるんですよね。はいはいはい、だから素晴らしいキャリア、馬が3匹も4匹も、うん、だから自分の馬が1匹いて、うん、ジョージアに私の馬をあの調教してくださいって言って任してる馬が 2,3 匹いるわけですよ。はい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 、でその馬を2匹ぐらい、まあ、買いつまんで連れてテキサスからフロリダまででっかいトレーラーを、うん、あのトラックで引いてあの、うん、もう何十時間って運転していくわけですよ、大きな大会まで。はいはい、でそれが1年間に必ず2回ぐらいあるの。はいはい、で結構なあの作業なのよ。馬を入れてトレーラー引いてって、うん、馬ってなんか何時間に1回は表に出して散歩してなんかやらないといけないみたいで、で、うん、まあ大変なわけよね。で、はいはい、なのでそのジェナから言われたのが、その馬をこのホールする、トレーラーで馬を移動する人のためのトリプル A みたいなのがあるのよ。うん、あのインシュランス？インシュランスっていうかプロテクションプラン、あ、うん、だから普通で言うとトリプル A ってロードサイドアシスタントって言って、一般の人がまあ月々、まあ、なので1年間で60とかそんなぐらい70とか払うと、まあ、高速道路でちょっとパンクとか、あの鍵、今の車はないかもしれないけど鍵中に入れてインキーとかね、そうするとまあ、はいはい、トリプル A に入ってると電話一本でもう来てくれてやってくれるよっていうサービスなんだけど、それが馬用にもあるの、はいはい、馬の トレーラーを引っ張る人用のその US ホースなんとかっていうあの特別なプランがあるのよ。はいはい、でそれをクリスマスギフトとして買ってほしいって言われて、で、え？保険？って思ったの。確かに確かに。しかも開けるものないじゃんって思って、もうペーパー、プリント、ペーパーしかないじゃん。で、封筒に入れて、何これプロテクションプランって言ったら、そうだってねって、あの彼女1年に2回もこういうことするでしょって言って、確かに、でもし何かあった時 あのやっぱプロテクションがないから、あのそれを買ってあげるとね、彼女がすごく安心して喜ぶと思うのよねって言われたの。でも私聞いた時に、いやこれはお前が安心するべ、うん、と思って、まあまあ ね、うん、自分の馬でもありますから、ね、そう、自分だったら母親として娘に持ってておいてほしいって思うじゃない、それって。あ、まあ、確かに確かに。でもジョージアはこれが欲しいのかと思って私。確かに。だからそれを買ってあげるのは全然いいんだけど、あの本当にこれもらって、いや嬉しい、ありがとうってならないでしょと思って、まあ、クリスマスプレゼントにしてはちょっとプラティカルすぎますよね。うん、ラクティカル。だってまださ24とかの若い女の子だよ。確かに。ジョージア、私とお父さん、あなたのお父さんと私からのギフト、これです、一品だけ、1年間のプロテクションプラン。どうなの、ね、どうなのこれ。確かに。ここまで実用的じゃないと思うんだよね、ジョージア。だから私の中では、でも実用的な子ではありますけどね、一応。うん、そうなんだけど、うん、でまあそこ保険をもらうまで実用的ではないと思います。そうなんだよ、24歳は。でしょ、うん、それをもらってさ、うん、嬉しいなと思うのはちょうど結婚した後子供ができたぐらいには、あのもらってガソリン券とか、あのおしめを買うダイパー券とかめっちゃ嬉しいよ、はいはい、めっちゃ嬉しい。うん、でもそれまではやっぱりなんかこうもらってうわーってなるものが喜ぶ。だ去年はあの、うん、自分の飼い犬2匹あの飼ってる大きな犬がいるんだけど、はいはい、その 犬が子供のように大好きだから自分の、はいはい、だから犬のおもちゃとか犬の首輪とか、うん、ちょっとほらグレードのいいものをあげると喜ぶのよね、ジョージアは。はいはいはい、だからすごいさ、うん、ふわふわのめちゃめちゃグレードのいいあのベッドを2つ買ってあげたわけ。ほうほう、犬の、うん、でめっちゃ、うん、あの喜んだの、めっちゃ嬉しいって言って、はいはい、うん、だから
保険確かに、ちょっとハテナですね。うん、だなんかそれをさ、あのこう私に買ってあげたらいいよって言ってしまうジェナの、うん、その魂胆がなんか半分お母さんとしてピュアなのか、うん、半分いや送る側の気持ちも汲めよっていう私がこれを買ってあげて、うん、私とお父さん買ってあげて、できっとね、うん、ジェナはあのジェナがこのジョージアに買ったものっていうのは、まあ、いくつか聞いたんだけど完璧にボックスオープンして、はいはい、わーっていうギフトなわけ。はいはいはい、わかります。でお父さんと私からが保険かみたいな。確かに確かに、ちょっとさ使われすぎてないと思って、うん、まあわーってならないですよね、うん、保険はね。そう、うん、そう、だからもうしょうがないからちょっと考えようと思って、犬のことが犬が好きなんだから、なんか 犬、うん、犬の何かを考えようとかね。まあ、その保険も聞いた篠さんがちょっと間違ってましたね。ちょっとそこか、それか、元妻に聞いた篠さんが間違ってた。確かに確かに、はい、確かに、これからは聞くのやめよう、うん、やめましょう、うん、でもすごい関係性ですよね。いつも思います、なんかこのジェナっていう存在が、うん、篠さんとここまで近いっていうのが考えられない。か近いわけじゃないと思いますけど、まあ、ただ、うん、テクストしてそれっていうのは今考えると、ジェイコブのお父さんがの奥さん、新しい妻がジェイコブのお母さんに連絡して、うん、何がいいと思うっていうような関係じゃないですか。それって全くもってありえないですよ。あと私たちのこのジェイコブの感じではね。でもそれができるシロさんたちの関係性ってすげえなとは思いますよね。うん、それは、まあ、まあ面白い。シロさんとジェナの関係性かな。まあ、まあ、うん、まあ、だってアンディだってジェナの前の旦那さんだから。アンディと離婚して、次に結婚したランディっていう、それの方がもっと分かんない。その人、そのランディも離婚して、うん、今はコーリーになってるけど、名前がアメリカで、アンディ、ランディ、コーリー、ね。コーリー、確かに。うん、で、あの、だからそのランディっていう人とアンディがめっちゃ仲良くて、うん、めっちゃ分かんない、それが。2人でフィッシングとかしてたんだよね。うん、その関係性も本当にビヨンドですね。私はもう想像できない、うん、まあ、まあ、多分そこまで割り切ってるってことだよね。もうムーブオンしてるってことだよね。あ、そうかそうか、もう関係ないのか。もう、そう、どうでもいい、関係ないの、うん、もう感情はないの、うんうん、で私もジェラに対しては何の感情もないし面白いと思ってるからいいんだけど、うん、ただ これは聞くべきではなかったなと、あのレッスンがしましたね。確かにね。ちなみにいくらぐらいなんですか、その保険って。1年で1年で200ドルぐらい。うん、まあある程度しますね、意外に、うんうんうん、でも私バジェットが300ドルだから、1人子供に対して、はい、だってあなた子供5人いるからね、うん、そう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 、大変ですよあとプラスジャスティンとかもあるし、はいはい、うん、だからもうそんだけで2000ドルとか超えちゃうわけよ、常に。本当に本当です。だからあのだからそれだけ買ったらもう終わっちゃうじゃん、バジェットが、はいはい、終わっちゃう。だから残り100ドルぐらいで、あのこの馬ラバーとあのドッグラバーだったらこういうものをもらったら嬉しいであろうなっていう、ちょっとこう、うん、あの日常品を、はいはい、あのあげようかなと思って、うん、そうですね、その方がいいかもしれない。その辺で、まあ、考えるけど、でもあと、はい、ね、3日しかないから、もしかしたら買えなかったらそれだけで終わるかもしれないけど、うん、はい、まあ、そんなつぶやきでした。メリークリスマス。メリークリスマス。あの、はい、私はクリスマスのドラマ、シロさんはクリスマスプレゼントのドラマでしたね。そうだね、うん、はい、では今日のトピックに入りたいと思います。今日のトピックは、はい、本当にあの12月25日、今年最後ですね、最後のエピソードということで、うん、まあ、あの一番人気があったエピソードを振り返りながら、うん、1年を振り返っていこうかなっていう感じですかね、うん、はい、そうですね、うん、はい、ということで一番、まあ、ダウンロード数が多かった、これ皆さん、ね、なんだか分かりますかって話だよね、うん、まあでもこんだけ喋ってるからもう52エピソードあるわけだから、もうどれが一番かっていうか、どれが何の話かっていうのはもう覚えてないよね、みんなきっと。確かに、確かに。あ、でもな、シロさん、でもちょっと私今気づいたんですけど、うん、新しくあのプラットフォームを変えたからこれが一番なのかもしれない、この時に。あ、確かに途中変えたもんね。その時変えたんですよ。だから一番目最初のやつはもしかしたらそのせいでこういう数字になってるかもわからないですけど、一番目がチョコレートはヘロイン、アメリカで証明された中毒になる食べ物。
ですかね。トップ20。 2月の6日に配信されたやつだね。はい、うん、なんでこれが1位なのかはよくわからないですけど、うん、全然わかんないですね。で、はい、何の食べ物がトップ20だったか全く覚えてないしね。フレンチフライとかだったんですか。ピザとかじゃなかったでしたっけ。6位がポテトフライでした。あ、本当、はい、6位がポテトフライ、4位がクッキー、3位がポテトチップス、2位チョコレート、1位ピザでした。あ、やっぱりピザか。やっぱりピザね。メモリーやば、半端ないな、うん、がそのエピソードが一番、うん、1位なんだね。1位なんですよ。おかしい、おかしいですよ、おかしいです。不思議ですよね。なんかそこまでこうね、たくさんの方に聞いてもらえるであろうな、このエピソードはっていう収録でもなかったしね、別にね。はい、次が5月29日のエピソード。5月29日は、あ、宗教第2世、これどこかさんのやつだね。はい、殺していきました。うん、はい、道端どこかさん、まあ、これはもう間違いないでしょう。衝撃的でしたからね。うーん、これは伝説のレジェンダリーなエピソードですよね、これは。そうですね、完璧に、うん、本当にその通りですね。うん、なんかこう聞いた方がいい、誰みんながっていうエピソードでしたね。うん、なんかこうやっぱりあれだよね、こうそのどこかさんと話をしてて、一番私の中でこう心に残ってるのが、え、なんでみんなやらないの、地獄に行っちゃうよっていう風に思って怖かったっていうのが、なんか子供の心にはすごい怖いだろうなと思って。確かにだってこれ食べたら地獄に行くよって言われてるものを周りがみんな食べるわけじゃん。うん、めっちゃ怖い環境だよ ね、 そうですよね、絶対。みんなが敵に見えて仕方ないでしょうね。うん、悪魔に見えてね。うん、だからそれ子供に与えるこの影響っていうのはすごいものがありますよね。確かに、親が与える影響もそうですけど、信仰、そうそうそう、だから、うん、この普通のね、信仰とはちょっと違う強い宗教にね、どこかさんはいたから、はい、だから得意な、ね、儀式とかそういう得意なルールがあって、そうなってくるとちょっとやっぱり子供に対しては少しアビュースにもなるっていうのはなんか分かる気がするよね。分かる気がする。でもやっぱ子供はこう育てたいって言ってガジガラベにすると全くまた違う方向性に行くんだなっていうのを学びでした。うんうん、いやそれはもう往々にして、往々にして、うん、なんかそれが非常に興味深かったですね。うん、次2月20日、2月の20日、20は世界で一番人気のエアラインとは。へえ、意外ですね。うん、これどこだったっけ、シンガポールエアかなんか、エバエアだった。で私初めてエミレーツの飛行機と隣り合わせになって、うんうん、ほんとみんな美人でした。あなたエミレーツさんはかなり美人が多いという。美人じゃないと選ばれないんじゃないでしたっけ。なんかそんなようなことを聞いたんだけどね。うん、ちなみに1位はシンガポールエアラインでした。白さんが言った通り、やっぱり、ね、素晴らしいですね、よく覚えてる。で2位がカタールエアライン、ずっと長い間シンガポール航空だよ。私が旅行代理店として働いた時からシンガポール航空だよ。そうなんですね。すごい人気があったシンガポール航空、私は一度乗ってみたいと思いながらまだ一回も乗ってはいない。で2位がカタールエアウェイズ、カタールさん、はい。で3位がアナ、素晴らしい、オールニッポンエアライン、はい、素晴らしい、すみません、オールニッポンエアウェイズですね。うん、4位がエミレーツ、素晴らしい。5位がジャパンエアライン、ジャル、すごいね。トップ5にって言ったのできっとね、多分言ったんだろうね。すごい、でも本当にそうです。JAL で帰ってきましたけど、マジで、うん、ネクストレベルでした。あ、うん、行きは何でか知らないですけど、JAL をブックしたのにアメリカになったんだよね。そうそう、そしたらもう一番後ろの席だったんですけど、うん、もうアメリカンマジでフライトアテンダントがでかい声で喋るんですよ、後ろで、ちっちゃと。ジェイコブ全然寝れなくて、うんうん、言えばいいのにちょっと静かにしてくださいって言ってね。まあそうなんですけどね、うん、そこまでの力もなかったですね、あの時はね。うん、Did you hear about this? っていうのがずっと聞こえてました、うん、テキサスのアクセント。No way! とか言って、もうなんかもうすごいこうテキサスの日本とテキサスの航空だから、うん、なんかもうテキサスのアクセントでガンガン喋って、うん、でかい声喋ってるのはなんかすごく、うん、
あテキサスに帰るんだなとは思いましたけどねまあうるさいよね後ろはね、うるさい、うるさい、うるさい、基本、まあ、後ろは取らない方がいいかもね、確かにね、一番後ろはね、学びましたね、子供ができたらね後ろはいいんだけどね、うるさいから結構泣いても分かんないし、ああ初めて知りました、ポコポコ歩けるし、次行きます、次はね2月13日のエピソード、2月が多いね、2月の13日、はい、私たちポッドキャストって出せば古い順から増えていくんですよ、ダウンロード数が、うん、あそうか、一番多いダウンロード数って私たちのポッドキャストの2話なんですよ、はい、うん、一番最初に出した2話が一番多いですよね、そうだよね、はい、一応2月の10にはナルシストなのでしょうかっていう回、ああ2人でなんかナルシスト診断みたいなテストしたんだと思うんだよね2人でね、全然ナルシストじゃなかった気がするんだけど、あ、ナルシストじゃなかったんだ、確かにナルシスト診断をしましたね、あと2月の27、うん、はあ、ポッドキャスターが1億稼ぐ件プラスアシュリーのドラマだ、うん、何のドラマでしたっけね、アシュリーのドラマって、うん、だから友達と友達が浮気してるっつって、それを、あ、それは最近じゃないですか、だからそれの、あ、そう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 、それ最近だ、このアシュリーのドラマ、うん、あれだね、多分その3人組の1人の子からがアジア人の彼氏ができて、あ、それがすごいアシュリーのドラマ、なんかシーコーみたいになってますね、うん、アシュリーの、いや、この時が2月からアシュリーのドラマって始まって、そう、そのエヴァちゃんとかのやつが、そうそうそう、またあってね、12月の最後で解決されたんですね、うん、ちょっとやっぱバイオリズムがね、バイオリズムがあるからね、うんうん、バイオリズム、彼女のドラマの、うん、確かに確かに、でこの時はそうかこの3人で仲間ずりされちゃった話で、そうアシュリーが、そう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 、そしたらこの次のドラマがこの今度はエヴァちゃんの浮気だったりなんかして、そう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 、で最後はエヴァちゃんが謝りに来たってやつか、そうですそうです、ああ、うわー、なんかこれもう一回聞いて バックトゥーバックで聞いたら面白いかもしれないですよねあ、こうかこういうことがあったかってなんかねもうね大変ですよ、うん、高校生は本当大変ですね、見ててなんかかわいそうになっちゃう本当、でも何かしら高校ってありますよね、うん、エリカの時もそうでしたけど、うん、仕方ない、でも、うん、アシュリーはいい方だと思うよ、エリカ見てれば、あ、うん、こういう風に世界って広がっていくんだって体現してるから、エリカが、だから確かに、ね、うん、エリカも高校大変だったけど今、うん、ね、こんなにたくさんのいい人に囲まれて、ね、そうですよね、幸せにしてるって 見えるのは多分こう吹っ切れると思うけどね、もういいやっていう風に、確かに確かに、上にいるって結構いいですよね、誰か、うん、上が経験してて、うん、で下にアドバイスできるって一番いい形ですけどね、うん、そう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 、で私たちにドラマは2023年はなかったけど、アシュリーに一番ありましたね、ドラマがね、アシュリーにありましたね、アシュリーになりましたね、はい、今日もなんかちょっとだけあったけど、はい、でもなんかそれはそんなに大きくないけど、うん、なんかまた誰かが誰かで連絡が来ないとか、なんか嘘をついているとか、もうね、ほんとね、お前らね人間の二の字がなってねって思う、すごくこのアシュリーの周りの子に対して、でもやっぱいろんなバックグラウンドで育てられて、さっきも話したじゃないですか、白人さんの家で育てられた子供と黒人さんの家で育てられた子供って全然こう、うん、あり方が違うというか、それアジア人もそうですけど、うん、そうなってくると、うん、やっぱね、なんでお前そんなことやんのっていうのが、そうこうバックグラウンドから違うからでも、うん、やっぱり、まあ、まだショーンはまだ高校1年生ですけど、はいはい、中学校もう経てきて、ショーンはね、はいはい、こういうドラマショーンは一回もないんだよね、でやっぱ男の子だからだなのかなって、これ男の子だ女の子だっていう発言をするといつもバッシングされるんですけど、はいはい、でも私は事実を語ってるだけなんですけどね、うん、男の子であるショーンと女の子であるエリカとアシュリーを比べて、うん、もう如実にショーンはドラマがない、喧嘩はありますよちょっとだけ、はいはい、多分、うん、でもその場で解決するような結果ですもんね、言い合い、言い合ってみたいな、だからなんかもう次の日にはなんか普通に遊んでるしね、うん、だからこういう既読スルーで連絡来ないとか、うん、いきなり無視とかっていうのが多分ないと思うんだよね、彼には。そうです、起きてないと思うんだよね、うん、そこら辺があっさりしてるところですよね、だから今回のこのいざこざも、うん、ジェイコブがバッて言ったんですよ、言い過ぎって、うんうんうん、
アナに対して、そう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 、うん、もっと大事にしないよみたいなことを多分言える、うん、男の子、うん、男の人ってと、うん、なんかそれを全部放談して心の中でぐじゅぐじゅぐじゅってやって後からうじうじ湧いてくるよりかはなんかこう言えた方がいいですけどね。確かにね、うん、でもなかなか言うってね、まあ、難しいですけどね。勇気がいるけどね。確かに女として生まれてくるとね。あ、そうなんですよ。はい、次のエピソード3月13は今言いましたもんね。あ、3月13日、うん、その行為 DV かもしれません。3月、ああこれ、はい、綾子さんのやつね、はい、うんうん、あの回はねすごくあの勉強になる回でしたよね。はい、本当にその通りですね。この回めちゃくちゃ勉強になりましたね。あのなんつうのかな、こうやっぱりこうトゥルーサバイバルストーリーだったよね。本当ですね、すごくね。確かに、うんこう皆さんなんかこうあんまりエクストリームの言葉で考えてないで渡米する人が、私もそうでしたけど、うん、一員で多い中、うん、やっぱこうエクストリームを聞いてるとなんか立ち回りますよね。あ、もしこういうことがあった場合にちょっとあらかじめで処方箋打っとこうとか、うん、そういうのをすごく考えさせられたエピソードではありましたよね、うん、あれはね、うん、確かに確かに本当ね、あの綾子さんあの全てをこう隠さずあの全てをこう語ってくれたので、そうですね、ぜひねこれ聞いたことまだ聞いてないわっていう方はぜひ聞いてみてください。そうですね、これから渡米する方、もしかしたら外国の方と結婚される方とかもマストで聞いた方がいいかもしれないですね、うん、ちょっと、ね、ちょっとタイトルがあの第239回タイトルがすごくね、うん、奇抜ですけど、でも聞くその行為ね DV かもしれませんっていうね、後ろさんがねあのパスポート取られたのも DV だって分かりましたしね。うん、本当に、うん、パワハラですよね。そうで、私が受けられた行為でもあの、うん、ガスライティングでしたしね。それも、うん、そうそうそう、そう、そこでガスライティングを学びましたね。あ、そうそう、ガスライティング学んだんだ。そうそうそう、うんうん、あのガスライティングってなんだよってね、うん、思ってたけれども、はいはい、そこでクリアになりましたね。ガスライティング今年のワードじゃないですか。今年日本ってあるじゃないですか私たちの、うん、今年漢字みたいなのあるじゃないですか今年の漢字聞きました、篠さん。税でしょ。税税税、そうそうそう、うん、私たちのなんで税確かに私たちの今年のワードはガスライティングじゃないですか。ガスライティングですわ、うん、そうですね、ガスライディングかウェルリトン、ウェルリトン、ウェルリトン、確かに今年のワード、うん、あー次が1月31日233回アメリカの奇妙な観光スポット、ほうほう、はい、が次でした、うん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 、はい、まあ、何喋ったかもう全然これ覚えてないです。確かに私も覚えてない。でもなんか変なのじゃなかったですか、髪の毛を集めたとか変なのよくわからんミュージアムとかでしたよね。 あったね、うん、確かに確かに、なんかいろんな人の髪の毛を集めた、そう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 誰が行くかと思います、ね、もうだからだよね、うん、それが31日。あとあれだ、あれ待ってね、うん、あのあれ待ってね、 トイレットボール、トイレの座敷、トイレの便座、便座だけを集めた、集めたとかあれもありましたよね。あのトイレのなんかあの何ですか、筒、排水、排水あの滑り台、あ、排水口、うん、うんこみたいに出てくる滑り台みたいなのありましたよ人間がありましたよねこれうんこ実体験ってやつだね。あ、そう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 、うん、どうやってうんこになるのかっていう、うん、うんこのなれるよここになったらってね。そうそうそう、まあ、ありましたね。あったわ、あったわ。それ。あのペストも結構面白かったですね。はい。ちょっと実際にね行ってみたかったりなんかするけどね。そうですね。次これが8位ですね。3月6日2023年に出たリスナーさんドラマのその後。何のドラマですか。これは何のドラマだ。あのエピソードのあの人、はいはい、どうなったんだろうっていう回収ストーリー、ね、回収ストーリーですね。私だからいくつか喋ったんだろうね。そうです、うん、アッシュルドラマも回収しましたし今年は、うん、あとパイパーもね、パイパーもめちゃくちゃ皆さん気にしてましたね、うん、あれやっぱ皆さんすごいやっぱ動物ラバーな人が多いってことだね。多い多い、うん、本当に 犬のことがっていうか、まあ動物全体がすごくやっぱり皆さん大好きなんだろうね、うん、生活の一部になってるのかもしれない本当に、はい、あ、そういえばねそれ、はいはい、私パイパー最終的な回収エピソードがあって、ベトナリアン最後に行ったじゃないですか、獣医さん、はいはい、そしたらもう綺麗にあの海は消えていて、あ、よかった。で、あのその複雑な手術はしなくてよくなったんですよね。あ、よかった、うんうん、なので、来年の1月の、うん、いつだったっけな、1月の4とか3かな、はいはい、に、うん、去勢するだけ。ああ、よかったですね、うん、
になりました。だから本当にあの ER でテンパって5000ドル払わなくてよかったなって、うん、よかったですね。はあ、よかった。やっと回収されましたね。はい、で次5月16日、9位、なるみが結婚式でブチ切れた件と、うん、引き出物で最強なのはタオルではないかという話。どうでもよ、どうでもいい。どうでもよ、もうどっちもどうでもいいよね。どうでもいい、非常にどうでもよかったですね。本当にどうでもいい回だね。エピソードでも確かに私はブチ切れましたね。取りに行きましたよ私、ちゃんと。あのあれでしょ、あのあれだよね、そう、撮っちゃいけないって準備してくれる人がね、そうそうそう、うん、動画撮っちゃいけないって、ふざけじゃないよみたいな感じでしたね。でなんか撮りに行き、さすがにね、なんかあのこうやってブチ切れたのはいいんですけど、その後なんか写真撮りに行くのなんかこう嫌で1ヶ月でできるって言われてんのに、撮りに行ったのなんか8月とかあったんですよ、5月に結婚式して。それも自分で撮りに行きたくなかったから、お父さんに、お父さん式やって言って、取ってきて式やって言ってって言って父に取ってきてもらいました。チキンなんで根本的に、言いたいことは言うんですけど、はい、うんうん、その後、ね、その後の処理はできないんで、ちょっとは父に尻拭いしてもらいました。うんうんうん、わかるわかる。で最後10位、10位は6月26日、6月26日、あ、広瀬涼子の浮気を切るですね。脳内パンク寸前女子のランダム、ミスターキャンドルさんね。ミスターキャンドルさん、うん、あ、そう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 。あ、で白さんがあれだ、あのこんにゃくを、あ違うな、こんにゃく畑を食べたら喉に詰まりそうになった話だ。あ、この話この時だったっけ、この時この時。じゃあこんにゃく畑と思ったら、はい、それはまた違うブランドのこんにゃくゼリーだったんだよね。だからあのハート型のやつが四角い袋型に改良したのかと思って、つるって飲んだら思いっきり詰まったって話。そうです、それがどうでもいい、どうでもいい。思い出した、うん、それさ、あれだよ、うん、話の展開の仕方がすごい前からだったんだよ。そう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 、シロさんがね、あのアンディカレーをアンディ の、うん、あの上司かなんかにカレーを持っていくから始まって、そうカレーを作ってくれって言われて、そう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 、こんにゃくの話、近くの、うん、近くのアジアンショップに行ってって言ってるところが、なるみちゃんはカレーがいかに成功したか、もしくはカレーがいかに失敗したかみたいな話になるのかなと思ったら、そこにあったこんにゃく畑があってみたいな、めちゃくちゃディートみたいなね路線がいきなりメインクエストからサイドクエストに行きましたからね。本当に私もなんでそんな巻き戻す必要があったんだろう ね、 本当ですね。普通に途中のそのアジアンショップに行ってねからでいいよね。本当に本当に、なんかそカレーがさーとか、そこがやっぱりさババアだ、ね、そういうさ、わけわかんない、うん、いらない情報から始まっちゃうわけよ。そうだそうだ、でもそれがババアかわからないですけどね、うん、多分その時血の白さんが疲れてたんじゃないですかでしたっけね。ため取りしすぎて頭がパンク寸前の2人ってなります。そうそう、あの夏に向けて、夏のイベントに向けてすげえため取ったんですよねこの時ね。で本当にこれが最終的エピソードで、でこれが終わったらもう終わりみたいなエピソードだったんですよ多分ね。じゃあ私、うん、一生懸命時間稼ぎしようと思ったのかな。そうかもしれない、そうかもしれない。だからいつものシロさんシャープにカカカって切れますけど、この時本当にため取りしすぎたからあのうん、違う方向性になったのかもしれない。どうなんだろうね。でもね、本当にそういう年齢に応じて話し方が変わってくるっていうのは あるんだなって実感してて最近も、はいはい、うん、だからうちの母親の喋り方を見てて、うん、大学生の頃にね、はいはい、大学生の頃に母親の友達が遊びに来て、うん、学生時代のね、はい、親友たちが、うん、で2人3人って4人組で喋ってるのを見ながら、こんな喋り方に絶対私ならないわと思ったけど、うん、めっちゃなってるしね、その喋り方に。本当ですか。なんでこうなっちゃうのか分かんないけど、やっぱ脳の回転の仕方がどんどんこう年齢で変わってくるんだろうね。かもしれないですね。だってさ電話してよ、うん、電話して、例えばあきこさんに電話しました、はいはい、で帰り道だから ねほら通勤の帰り道で暇だからってよく電話するんだけど、うん、で雨すごいねって、私が運転してる時に、はいはい、雨がすごいよねって言ったら、うん、あきこさんのところはヒューストン大きいから、はいはい、降ってるとこと降ってないとこがあるんですよね、うん、だからあきこさんはあ、でも私のとこは降ってないよっていうところから、うん、
いやだからそういうのをさってあのヒューストンが大きいからさ困るじゃんって言って、うん、その雨の話から、うん、なんだか分かんないけど、うん、あの精神病の話になっちゃって膨らみすぎ、うん、その膨らみ方が半端ない、やっぱり、うん、なんかなんだろう、やっぱりこうあれだろうね、このあの人生何年も生きてくるといろんなこの生きてきたシーンが話をしてる間にバババババってこう、うん、ピクチャーメモリーが出てくるんだろうね。それでちょっとこうショートした状態でどっかこうポンって全く違うことを喋っちゃうと思うんだけど、確かに、うん、でもなんか早かったですよ、でのであの学生最近あ昨日沖縄に帰るときに高校生の女子たちと鉢合わせになったんですよ、うんうん、でうちらたまたまこの列で待ってたから、うん、待とうとしてて、たまたまこのなんか31アイスクリームじゃなくてバスケンロビンスかな の隣に座ってたんですよね。そしたら女の子たちがわーって高校生こうなってきて、わー見てバスケンロビンスある、最高じゃない、食べない食べたい、でもいいわって通過してきましたからね。結局食べなかったから結局3秒バスケンロビンスの話して最高じゃないとか言う話をして、でもいいよねうんとか言って、もう決断早いな高校生と思いましたけどね。ウケショアテンションスパン早くないと思いながら、早いね、早い、ついていけないね、ついていけない本当に、どうするとかじゃないんですもん、だって早い、美味しそうだね、今日可愛いね、美味しそうだね、いや行こうか、いや行こうって感じだね。いや最近の TikTok 見てる子たちは集中力は短いなと思いながら撮ってますよね、バスキンルミさんとかウケる、めっちゃウケる、うん、ちょっと多分うちらなら多分試食して書いてるね、きっと。そうですよね、一応買ってみようかみたいなまで行くかもしれない、うん、これどうこれどう、はい、2つ3つ食べてなんかあんま乗らないからいいかっつってね、うん、そうそう、だから私はどういった瞬間すぐ戻りましたからね、その定位置に、うんだからやっぱ若い子の考え方とはちょっと違うのかもしれない、そうね、はい、確かにそうかもしれない、あ、うん、でした、それが 10個でした、うん、はい、はい、どうでしたか皆さん、本当に52エピソードを聞いていただいてありがとうございました、ありがとうございました、2023年はい、皆さん本当にありがとうございました、1年間ね、え、ね、1年間早いですね、うん、2023年もこれであと、これ聞く頃にはあと6日そうですね、だね、うんうん、プラス今年は賞もいただきましたしね、初めてね、いやもう本当ですよ、うん、スピーキングオブショー、本当あのまた2020、そうそう、今度は4年の、うん、あのポッドキャストアウォードの、はい、投票が始まっておりますので、1月31日までです、はい、果たして2年連続入賞なるのか、毒アメ2年連続いったらもう殿堂入りになると思うんですよね、私たちは、殿堂、うんうん、入りしたらこれ本当に私たち芸能人でも何でもないからね、何でもない、これ完璧に一般の皆さんが聞いてる力がそのまんま反映ってだけだよね、本当です、本当に、うん、なのですごいことだなと私は思いますけどね、自分でも、ね、もしかしたら、まあ、殿堂入りできるかどうか、はい、ぜひ清き一票お得前挑戦するだけはしてみましょう、はい、読みよろしくお願いします、まあ、今年はねもうすごいいろんなこう人たちも出てきましたし、ね、今年もね、うん、さらに去年からまたさらにね、いろんな人が有名な方がたくさん入ってきたからね、すごいことですね、うん、もうなんかもう何が何だかわからないもん、私イチローのポッドキャスト見た時はおここまで来たかと思いましたもんね、イチローのスポーツポッドキャスト、イチローさんまでみたいな、いや盛り上がってんなポッドキャスト業界とは思いましたけどね、うん、まあそれはいいことだけどね、うんうん、うちらにとってはね、はい、まあでもそんな競合になっていく中まだしっかりと100位の中に入ってるのは私は素晴らしいと思うけどね、皆さんの支えがあってのことですよ、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、一般庶民ですけど頑張ります、頑張ります、どうぞ今日ピューピューお願いします、はい、何つった今分からなかった、はい、清き一票、一票、はい、よろしくお願いします、ということで今日はここまでです、お疲れ様でした、はい、お疲れ様でした、皆さん良いお年を、良いお年を、良いクリスマスをお迎えください、うん、質問感想や、はい、ポッドキャストで取り上げてほしいトピックなどがありましたら、はい、なるみしきや @gmail.com までご連絡お願いします、毒アメが大好きなあなた、
ぜひお聞きのポッドキャスト媒体で良いレビューをお待ちしております。または SNS でハッシュタグ毒アメとつぶやくとハートとコメントが返ってくるかも。では皆さん、今週も1週間頑張りましょう。